コメント開始会。いやーなんか夏場でねダイエットにいいかなと思ってたんですけど、体重が増えるばかりで全然痩せませんね。ウエイトトレーニングは調子がいいんですけど、まずは7月30日のニュースヘッドラインからいただきました。ありがとうございます。栗田さん、専務の顔芸に目がいくが物事はっきり言ってくれて分かりやすくていいです。ありがとうございます。次、トモラッキー水さん、毎回楽しみにしてます。ありがとうございます。物事を冷静に伝える姿勢がいい。冷静ですかね。中身は煮えたぎってると思いますけど、結局上がバカだとっていうお話なんですよね。下が苦労する、で下が苦労すると結果暴走するんですよね。なんとか生き残ろうとして暴走すると、なんかまた押さえつけようとして上もなんかわけのわからんことをやり始めて、なんかもうむちゃくちゃになっていくんですよね。統制が取れないっていうか、やっぱね信頼関係ってすごい大事なんで、上がアホすぎますわな少し日本は。はい、次、坂口達也さん、戦場の絆2、戦場の絆2、戦場の絆2、ニューヨーク好きでした。専務の戦場での活躍を楽しみにしてます。お願いしたんですけどですね、全く入る予定がまだないそうでございます。戦場の絆1がとりあえず9月まではまだやるみたいな雰囲気ですので、戦場の絆1でもやりながら待っときますね、ガンダムゲームを。次、ミギラーメンさん、悪いの電通、その通りだと思います。はい、電通ダメですね。五輪でこんだけセンスの悪さを露呈してしまったんで、仕事が来なくなると思いますよ。次、 Z ケンさん、何かと話題の電通さん、超独占企業というイメージではありますが、元国が株権を持ってた広告代理店を独立させた会社なんですね。なんでそれは強いですよね。リクルートとも公共事業をトップですが、気になるのは天下りがどれぐらいいらっしゃるやら。電通さんといえばコネ入社が多いでございますのでですね、天下り云々よりも高級官僚のお子さんとかがよく入られてますね。ビッグな政治家のお子さんだとか、地方のテレビ局の息子さんとかですね、すごいいろいろあるんですよ。でまあ高橋まつりさんみたいな高学歴の使える社員とかが一人で仕事しないといけなくなっちゃった。で上のなんかこうセンス悪いおっさんたちが横から口を出すから、まあオリンピック開会式閉会式みたいなセンスの悪いあんな感じになっちゃうということでございますね。次、8月6日のニュースヘッドラインからいただきました。ありがとうございます。坂口達也さん、入江選手おめでとうございます。最高でしたね。選手村のお菓子バイキングいいですね。なんか入江選手すごいですよね。ボクシングのなんかストップの合間にこう必ず一礼をするのは礼儀がいいからじゃなくて、審判にマイナスのポイントを出させないためっていうね、すごい。入江選手、もしこれを見られておられたですね、鳥取の米子とかで就職したくないですか。どうですか、学び屋園とか米子にありますんでね、学び屋園お子さんもバッチリ預かりますんで、一緒にボクシングを子供たちに伝えていきませんか。次、ネギラーメンさん、入江選手おめでとうございます。ありがとうございます。それにしても56歳が16歳とホテルって、本田忠直みたいな方ですね。おっさんの夢ではありますよね。僕もね、なんかこう一回付き合った女の子はですね、19歳の誕生日のプレゼントを渡したら、泣きながら私今日で17歳なのって言われたことがございました。って言いながらこう口の端がニコってなっちゃったっていうクソみたいなニュースはい、次、田中博義さん、官僚の方々全員早期退職してもらうに積み上げる退職金は30兆を超えるのでしょうか。官僚の方もね、別に悪い人たちばっかりじゃないんで、ただね2つあるんですよね。一つは退職された方がやたらめったら口出すのやめてほしいなっていうのと、もう一つが思想をちゃんとしてほしいですね。共産主義みたいな方がすごい多いんで、赤みたいなのはちょっと嫌ですね。はい、次、パトラッシュさん、マンモスからも金メダリスト。ああ、いいですね。金メダリスト誕生したらですね、僕も記者会見でメダルをガクってかじろうと思います。はい、次、Z ケンさん、お疲れ様です。入江選手金メダルおめでとうございます。鳥の誇り。いやさか、今回の意味なし緊急事態宣言ですが、そう、全然意味ない。強制力を持たせるなら、まずポンコツマスコミの情報統制も必要じゃないでしょうか。その通りですね。情報統制までは言ったらどうなんかわかんないですけど、全く見返りなし、言動だけで緊急事態。昨年度の個人事業者向け給付金など課税対象である。これひどいですよね。今年の直接税で全てパーです。それにしても直接税だけで所得の4割強ですと。ほほ、 Z ケンさんはお金持ちなんですね。事業者やってるとですね、給付金もらってで税金で取られ、なんかなんなら消費税が上がって税金取られ、固定資産税をモラトリアムしてますって言いながらも税金取られ、なんかもうむちゃくちゃですよね、この国ね。待ってあげるよっ
って言ってるんですけど、ゼロにしてくれればいいのにね。というわけでうちの会社もなんだかちょっと資金繰りがバタバタしてきました。次、普段私はコメント返し会にはコメントを返さないんですけれども、鳥取ループさんからコメントいただいたんで読み上げますね。専務つべで徹底的に鳥取としまねのニュースを扱えば視聴者が伸びるのではないでしょうか。投稿時に撮影場所を入れればその場所の住民に集中的に届きます。そうすれば日本海テレビや山陰中央テレビを倒産させることも夢ではないです。いやどうでしょうね、あのとっても仲いいですけど私ね、きっこ屋のモナカとか千村の豆腐ちくわとかそういったローカル産品の反則もしましょう。わかりました、鳥取のニュースをぼちぼち入れていくようにしますね。あまりにもちょっとね、あのこの前はなんかぶっ殺すぞで小学生の教え子にメール打った女教師逮捕とかなんかクソみたいなニュースが多かったんでどうでもいいやとか思ってたんですけど、まあ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 扱いようにいたしますね。次、鳥取の飲食店に緊急事態宣言、はいクソーっていうニュースからいただきました。坂口達也さん、専務この時短要請の時に飲み代を食べておきましょう。なんかもう悲しいだけですね。まあでもなんか僕の飲み代はたまりませんけどですね、飲食店さんはまあとりあえず35万円ぐらい出るみたいなんで、最低でも飲食店さんがお金貯めていただいていいお店とかいいお料理のデザインをしてみたりとかすればいいんじゃないのかななんて思いますね。次、ネギラーメンさん、ついに鳥取もですか。まったくその通りですね。いつまで判断を間違え続けるんでしょうね。私もワクチン1回目の接種をして今は2回目待ちです。お、いいですね。この調子でワクチン接種が進んでいい加減でウィズコロナへ移行してもらいたいです。検討に入りましたよね、厚生労働省が。入院感染症から5類にしようかなみたいな。ただ5類にいたしますと医療費が個人負担になるんですね。まあ、そこの問題だけちょっとクリアすればまあまあまあというところではあります。であと今ですね、1回目2回目を含めて5000万人ぐらいが日本全国で打ってるんですけれども、8000万、とりあえず 50% の人が2回接種するあたりからコロナの増加数もドカンって落ちますし、病床数もドカンって落ちます。病床数が足りない、医療崩壊だって言ってるのは軽症の人とか感染しかしてない人がですね病床を占領してるからなんですね。だから菅さんがやったことは全て正しいんで、もうすぐウィズコロナになると思います。次、寝不足さん、鳥取は心のオアシスだと友人が言っていたのに、ついに飲み屋街の同業者も電話で嘆かれておられました。接待を有する飲み屋が根本のクラスターがないと聞いてます。そうです、ライブハウスで鳥取以外の人が広めたと聞きました。早く修復することを祈るばかりです。飲み屋さんというかライブハウスに行って感染してクラスターが起きて、でそのライブハウス行って旦那が入院して仕事できなくなって、嫁が飲み屋出て、その飲み屋でまたクラスターが出てみたいな、なんかそういう感じでございますね。しょうがないですよね、早くワクチンを打つんですよ。ちょっとねこれだけは言いたいんですけど、ライブハウスで感染したっていうのは、まあ、僕責めません、全然責めません、もうどこにあってもおかしくないです。ただこういう人たちってワクチン嫌ってるんですよ、夜の街の人々。早く打とうぜ、今なら集団接種だったら全然予約取れるんで、8月でも多分まだ行けるはず、キャンセル待ちも行けますんでね、早く打とうぜ。特に夜の人たち、君たちのことだ、打とう、絶対絶対打った方が売り上げはアップするから。次、坂上忍国モノモースからいただきました、ありがとうございます。あいつ本当にね、本当にね、ちょっとあいつだけは許せないですね。もう考えてみてください、笑っていいと思う廃番組にして坂上忍やってるんですよ。意味わかんなくないです、笑っていいと思うの方がいいに決まってるじゃないですか。ほんでなんかこうお昼の時間ってあんなワクチンの意味がねみたいな、菅総理早く責任取らないとみたいな、わけのわからんことばっかり言ってるんですよ。おかしくないですか、聞いてる坂上忍君、君のことだよ。坂口達也さん、ありがとうございます。専務完全体ですね。いやそうでもないです、腹が出てきましたんで。報道を見る限り世の中は不安を煽った方がお金稼げるんだなと思いました。その通り、世界が同じ目標で向かっている時ぐらい目先の利益は捨ててほしいものですということなんですけどもですね、多分ワクチン危険ってハッシュタグにつけたり、ワクチンの意味のなさとかタイトルにつけるだけで多分1万回再生ぐらいいくと思うんですよね。なんですけど、それでもまあ僕は良心的な男なんで、こういう風にですねワクチン打とうぜって言い続けてるんですけどですね、そういう風に言われるとですね、ちょっと違うような気もしてきましたね。ワクチン打たない人に向けて発信しないといけないんで、動画のタイトルをですね、ワクチン危険
って釣りタイトルにしないといけないような気がしてきましたね。ちょっと実験で撮ってみますね。皆さん1000回以上再生したら僕のことを褒めてください。次、ネギラーメンさん。1回目接種で2回目待機の状態です。お、いいじゃないですか。まだ1回目なせいか副反応は全くありません。うちの女房は年取った細い女性のグループですが腕が少々痛かったそうです。お盆開けたら2回目接種します。早くこっちを入れよう。男性の方はですね副反応なんか知らんけど出ませんね。高橋教授もですねデブは副反応ないって言われてまして、なぜか知らないですけどエビデンスなくただ感覚で言った話なんですけれども、高橋教授も私ともですねなんか同じような話をしてますね。覚えておいてくださいね。男性デブおっさんは副反応あんまり出ません。次、アイソラさん。奥山正さん、和也さん、和田さんが常年司さんの職域接種で副反応報告。へえ、そうなんだ。奥山さんは1回目にモデルナアーム、2回目がダニに食われたような状態と発熱。まあ、これ痩せてるからかもしれませんね、奥山先生は。和也さんは1回目、2回目と発熱。まあ、痩せてるからでしょうね。和田さんは2回目に発熱と頭痛。これは嘘でしょうね。和田さんはおっさんでデブなんで、もちろん副反応あるわけないと思います。はい。ただし、接種後の飲酒の影響あり、でしょう。共通はモデルナと接種後の筋肉痛。これはね、まあ、筋肉注射なんでしょうがないんですよ。私はファイザーが2回目の墓参りの翌日の15日予定をいいじゃないですか。デブプラス高齢なので解熱剤は用意しません。まあでも用意した方がいいかもしれませんね。薬局にロキソニン売ってますんでね。本当はカロナールっていう薬がいいんですけども、薬局には売ってない。医者の処方がいりますんでね。ロキソニンで十分対応できると思います。ちなみに近所の眼科で接種予定。眼科。大規模接種会場は密になるので回避しました。祖父の分、高齢者接種として遅くなりましたって。そうですか。一回接種しただけでも全然違いますんでね。感染リスクが3分の1になりますんで。全然もう無敵まではいかなくても、コロナ猛者ぐらいにはなりますんでね。まあ今の状態でもいいんじゃないでしょうか。墓参りをしたら接種。いいじゃないですか。次、水上さん。いつもありがとうございます。坂上忍って子役崩れ飲酒ひき逃げ事件で逮捕された人ですよね。そうです。そんな人が今テレビに出てるんですか。ねえ、頭おかしい。貧乏だし時間ももったいないので地デジアナログ再送信が終わってからテレビ持ってません。こんな人出す方も出す方、見る方も見る方、出させる方も出させる方、その辺きちんと検証してくる新しいメディアどこか始めてくれないですかね。ということで、 YouTube がこれだけ盛り上がっているのはテレビが面白くなさすぎる、嘘ばっかり言う、ふざけんなっていう国民のですね意識の表れでしょうね。10代のテレビ視聴時間今どれぐらいか知ってます？15分とかですよ。この1年でまた変わったんです。前は1時間ぐらいだったのが4分の1になって、その代わりに YouTube を見る人が増えてきたと。こういうふうにですね、YouTube チャンネル、私も利用させていただいておりますけれどもですね、これからはですね、テレビに頼らないで、きちんとエビデンスのある放送をやり続けた人間が勝つんじゃないでしょうかね、報道系としてはですね。で、正しい情報をもとに判断できる人が勝ち続ける。勝ち続けたら、どんどん我々の真似をする人間が出てくる。ということでございますんで、我々も、まあ、安い値段でできますからね、このカメラ3万円ぐらいのものでなんか十分できますんで、まあいろんな発信をしていけたらななんて思ってます。100回再生ぐらいしかしないんですけど、千仏部、千仏でした。